はい、皆さんこんにちは。ナビロディッツはまだ弁財天持ってないです。はい、皆さんこんにちは、シロです。だけで、はい、劇中がクソ早く来ましたね。なぜかむっちゃ早く来ましたね。むっちゃ、ね、過去最速ぐらいのペースで、うん、七夕からこれ実装ということで、実装というか始まったということで、うん、まあ SEO コラボのが、うん、のあれなのかな、じゃないかな。なんかそれで前倒しで、うん、10日ぐらいに終わるらしいんですけど、コラボ前なんか劇中引いちゃったよみたいな意見が多かったんで、うん、その辺組んでくれたのかもしれないですね。あ、早めに、なるほどね、はい、早めにやって確かに、あの、うん、というわけで確かに、はい、まあ僕も どちらにしたら多分ね SEO コラボは引くと思うんですけども、うん、はい、言って弁財天魅力持ってないんで、下手したらそっちの方が大事までありますもんね、うん、魅力もなんだかんだね、進化はシュリンガーラ使えたわけだし、はい、あ、そっかそっかそっか。で弁財天はやっぱね持っとかなきゃいけないキャラだと思うね。やっぱ難易度高くなると限定ストライク始まりますからね。結局ね、はい、もうもう豪傑でもそうだったから、うん、確かにね、全部限定だったもんね。あマジ新しい確定さん、なんだ。いや、やっぱね、何ヶ月越しですか、弁財天。魅力はもう1年経ちますよね。経つね。経ちますよね。弁財天っていつだったっけ？ 3 月？今年の。だ今年だったの。3月だったよね。はい。あれ3月だった？なんかそんなにまだ経ってない。タクシーの中でなんか実装来たみたいなことで。あ、そう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 。あれ何の時だったっけ？ゴージャスさんたちとコラボした時だった。あ、その帰りだったの。レンブラント。レンブラントまあ強いですね。うん。うん、あでも今はね、もうね。今はまあ。はい、まあでもムーが中心化する時代ですから。確かに。新しいとも言ってらんないからね。あんなムーンも古かったのかな。ムーンはね、はい、いやサクッと一体欲しいけどな。いや甘くなさそうだな、まあ、今日一応七夕ライブの時シングル弾くか。じゃあ、うん、ラストなんか、でももう自分もね結構割と言って鳥獣で、この前のフラパン鳥獣で、うん、うん、欲しいとこは出て、なんか他に今欲しいのっていうのはないんだよね。ケロンだ、懐かしいとこ出たな。うわひでー、結構グリファンギシューするグリファンじゃんもうほぼケロンか。ケロンは持ってますね、うん、ケロンこっちで出るとすごい違和感今もあるけど、帰りの方で出るといいですね。早っ、3分だ。もう重力じゃ戦えないですけどね防御面で戦えますけど、まだ防御面。そうで、はい、でもリボンも今日押されちゃったし。いやそうなんだよね。あと10連すれば一応たまんのか、ね、でも SA を持ち越したいっすね。あ、開幕ね、確かにこの流れがもうなんか最近固定されてきた。なんかたまるかな、これ。あ、うん、いやでもフラパでよくは本当なの記憶ないぐらい引、確かにね、引いたっちゃ引いたっぽだから。これやりすぎた、白さんほどは引いて、確かに引いてないけど。いや俺はちょっと言って引いたからやめた方がいいっす。出たー、サリーポッターこいつマジ煽り性能高いっすよねこいつね、常習勢来ないかな。超無敵する人舐めてんのかいや、劇場も甘くないね、ベンザね。結構実況者が持ってない人多いっすよね、ベンザ。あ、マジ？ミヤさん持ってないっすね。なんでだ？あー、ダイヤモンド。なんでだ？ダイヤモンド最近聞かないね、名前。聞かないっすね。いや、まあリラで聞いたぐらいから意識してないっすよ、マジ。それまでだって、うん、シュラさんが白熱強キャラで押すぐらいの、うんうん、え、これ強かったっすよ、マジ、うん、当時当時ね、アンダガンチャープ、あのアラジンぐらいまでは戦えてた。そうだね、はい、確かに。ダイヤモンド確かに今なんもないな、うん、かっこよかったですからね、イラストが。ダイヤモンドって誰の時？ルビーとかの時か。ルビー、エメラルド、ダイヤモンドか。あ、そうだそうだそうだ、学校か、学園シリーズ、モンスト学園か。なんでモンストの星音ごとこのムカつくんですかね。なんか愛嬌あるっちゃあるけど、あ、数々の限定を単発で抜いてきてますから。いや弁財天ほんと欲しいんだよな。ああもうこれ二体持ちありなやつですよね。まだ今となっちゃう、こいつの神がすだい見てさちょっとびっくりしたんだけど。嘘、なんか桃太郎とか使えません？マジ
いやお前生意気かよってなったもん。俺星太郎難しいでしょ。あ、こいつじゃないかな。誰かのね星音号がねこの前ね、確かにどうやって紙化すんの、紙化を持っとこうと思ったらね、なんかよくわかんないの使うんですよね。本当にラストです。まあ、なんか受け取りボックス結構来てたし、それで最近さ不具合とかさ、なんかちょっとした別にほんと超ストレスになるってわけじゃない、ストレスないバグのさ、うん、修正で5個とかくれるのよね。どうしたの、ね、なんだろう、ね、通信障害で5個入ったし、今まで嘘、今回防御弾ブラストなんかで5個入った、びっくりしました。だからあ、てか暴走演出のなんかあとかでしょう、うん、はい。まあ、というわけでね、まあコラボ前でなかなか劇中引くっていう人もいないとは思いますけど、うん、ちょうど今日から一応覇者も来たし、オーブもね回収できるから、欲しい人は引いてるかもしれないんで、ね、そうですね、うん、まあそう、覇者オーブあるからね、そう SA を持ってくって人多いかもしれないけど、ね、ただまあ魅力ベンザ持ったかったら引いてもいいですけどね、あのシュリンガーナもあったし、そうね、うん、それなんだかんだそうね、水の性能はアスナは出てるから、うん、あれランスロットも強かった確かにそうだね、うん、というわけなんで、はい、まあ劇中は控えますっていうとかね、やっぱサボ引きますとか、それまで取っときますって言ったらね、ぜひコメントなんで、はい、いろいろあればよろしいです。いやまあでも劇中のキャラ追加もなんか、まあ、まだ来ないか、うん、でも次来るとしたら劇中だよね、だと思いますね。あでもそうだよね、うん、長寿は直近五右衛門ですね、直近は。あそうだよね、五右衛門来たから次は劇中で来るはずなんでね、うん、まあ、ベンザ五右衛門からの流れがめっちゃ早かったんで、早いよね、はい、ワンチャン9月とか10月とか、うん、5周年ではまではありそうだけど、ね、ですね、どうなるかはまあ分かんないですけど、うん、まあ、なんかあってもおかしくないですよね、うん、5周年でも劇中長寿関係ないパターンありますからね、関係ないね、ま、アーサーとか来るかもしれないしね、うん、あとなんかルッシー獣神化して復帰したぜとかは引いてる人いるかもね、うん、なんだこのキャラみたいなね、割といいんだよね、もね、でもそうだよね、うん、長寿で全然そんぐらいからやってなかった人はなんだこのキャラみたいな、うん、思ってる人確かにいそう。知り合いでその関数として、うん、もうランク関数として、うん、その氷裏表全部運極にして、やばアカダイナも運極って人が、うん、コアコードとかずっとやってたんだけど、うん、ルシー獣神化で戻ってきたマジ引退してて、すごいね、はい、それでもやっぱり引き戻す、荒野行動から引き戻す、うん、すごかった、びっくりした、嬉しい、やっぱすごい力があるんだな。でもさ、ツイッターとか TL 見ててさ、モンスター前やってたけど今やってないって人で、なんか身内が全員ルシルシって騒いだら、ちょっとなんか置いてかれた感じになりますよね。 なるね、 ですよね。しかもなんかもう今は逆にもうルシー以外来ないでくださいみたいな、うん、あ、ルシーは来ないでくださいみたいな募集もあるみたいで、もうみんなルシーで入るから。あーなるほどね、あの掲示板とかの話ですか。そう、そんぐらい溢れるらしいんで、ね、ルシーが巷に、うん、ぐらい、まあ、あれだったんで、もうあれしたんだろうね、なんで社会現象になってるのでしょ。確かにニュースにもなってたんでね、はい、またちょっとなんか盛り上がってんじゃないのって言ったらね、ちゃんとよく、あと戻ってきた人、はい、だからそうです、ね、前ラウシュ見てたけど、うん、登録したけど解除してるけど、またルシのあれ見て見始めて、ルシファー様様や様様ね、ルシファー様様、そういううちのチャンネルも多分ね、はい、少なからずいると思うんです。やっぱり僕らの、ね、動画もやっぱりなんか飽きちゃったりとか、うん、モンストも飽きちゃったりして、ね、モチベーションで、うん、もうここで上がってでもまた見ようってなったらやっぱねやりたくなる部分ちょっとね、うんうん、あると思うんでね、そういったらぜひねこの機会に、はいはい、いい機会なんでちゃんとぜひよろしくお願いします。今回もゲームダルスタジオ4からお送りしました。ナイプロディッツはまだゲームダルポッドでした。シブでした。ありがとうございます。ありがとうございました。チャンネル登録わかります。そこの君もなくなっちゃったから。わかるよ。チャンネル登録。はい。していただければね。